海外挑戦っていうのは一つの僕のまあこう分岐点というか、ゴールを取るために逆算したら、まあこういうとこでこの動き出しの時にこうしてほしい、こういうスパイクがいいな、支えてもらえるスパイクがいいなとか、まあ本当に細かいところでこうお互い話し合ってで、まあそれでなんで僕だけの意見だけど、やっぱり水野さんの方でこのねじれの部分とかここでサポートできるんじゃないとか、そういうところがすごくこう残ってますね、思いに。はい、なんか僕自身何か道具で何かが自分の何かが変わるっていうのは自分自身が変わらないととかっていう気持ちが強いんですけど、その時に改めて、あ、なんかこう仲間というかチームで戦えてるんだなっていうのを感じたというか、まあそういう背景の中から自分もこうこのスパイクを試す段階の時に、まあ、あ、これで自分は変われるんかなっていう、こう改めてなんか力強い、なんか希望というか、自分のモチベーションもさらに上がって、このバサラというものがなかったらこういう風になることも多分なかった可能性もあったかなっていう、それぐらいすごく重要な、まあ、きっかけだったなと思いますね、バサラは。はい、まあ、印象に残ってる試合で言えば、まあ、それこそコロンビア戦とかもまあそういう敗退ゴールを決めたりとかしましたし、ただまあ悔しい思いの方があったりとかしてるんですけど、12点ぐらい取った赤のバサラのスパイクもすごく自分にとっては思い出に残ってますし、その後まあ優勝争いしている時に、まあ第何節か分からないですけど、最後の方の試合で、の試合でこうオーバーヘッドのゴールを決めて、まあよくその写真とかをもらうんですけど、まあこうシュート打ってる時のスパイクが青で、まあの時バサラでっていうのは、なんかこうなんとなく常にそれを見た時に、ああこのバサラのスパイク入ってたなってこう思う瞬間もいつもあって、まあ、すごく印象に残ってますね、自分にとっては。はい、走り始めの時になんかこう重いなとか、じゃあ切り返した時になんかこうぐにゃっとするなとか、まあ、そういうのが崩れとかがやっぱなくて、そこがなんかバサラの最大の特徴というか安定感というか、普通のシューズで、あ、これ履き心地いいなとかじゃなくて、もう一個上のやっぱり動き出し、そのスピードを上げた時の動きに対してもスパイクを履いてる感ができるだけないような、それでいてサポートしてくれてるみたいな、まあ、イメージやっぱ強いですね。より自分が感覚的にプレーできるというか、あ、なんかここ引っかかるからちょっとこのスパイク気になるなっていうのがあったら、やっぱりサッカーでもちょっと考え事しながらやるだけで疲れちゃうし、まあ、そこのなんかこのより本能でサッカーするっていうのが、まあ、特にスピードが上がれば上がるほど、レベルが上がれば上がるほど、そこが重要になってくるんで、まあ、そこの部分が自分にとっては重要ですね。はい、まあ、しかもサッカーっていうのがやっぱりボールを持ってない時間の方が長いっていう、まあ、そこをやっぱりメインスパイク、そういうそれをメインにしたスパイクっていうのは多分サッカーシューズの中では、まあ、あまりなかったんじゃないかなっていう、そこもなんか自分にとってはかっこいいなというか、まあ、そこ誇れる部分だったと思うんで、まあ、そこをこうまたさらに生かしてもらえてるっていうのはもう本当に誇らしいですし、よりスピードが上がってて、その中でこう何ができるかっていうのが求められてると思ってて、まあ、そういった時により履きやすさだけじゃなくて、こうスピードに対応できるようなスパイクっていうか、選手を守るためのスパイクというか、やっぱりスピードが上がれば怪我も多くなるし、筋肉の系の怪我もやっぱり多くなるし、そういった時によりスパイクの質が向上すればそれを防げることもできるのかなっていう、まあキーワードとしてはやっぱりスピードかなと思いますね。スピードにより対応できて、選手も守ってくれる、能力も向上してくれる、そういったスパイクがやっぱり求められるんじゃないかなと思います。当然そこはもう僕が言わなくてもやられてるところだと思うんで、ただなんかそこからじゃあいいものを作ろうと思っていろんなものをくっつけるとぼやけると思うんですよね。サッカーも一緒だと思うんですけど、まあ、そういった部分で、まあ、それだけを極めるものもまた大事になってくる時代じゃないかなというのは思ってて、まあ、そういうところにもチャレンジし続けてほしいなというのはあります。
シューズ以上のやっぱこうサポートとか仲間っていう意識は本当に強いですね。こうただのシューズじゃなかったなっていう、まあ、それが今もそのたくさんのシューズに生かされてるっていうのも自分としては誇らしいし、やっぱり若い子供たちが履いたりとか、あのたくさんの人がこれを引き継いでるスパイクに出会って、まあ、僕のようになんか希望とか仲間とかそういったものに感じながら、あの自信を掴んでいってほしいなというのは、はい、あります。自分がサッカー選手である限りは、あのスパイクとともに自分も走っていかなきゃいけないし、自分が上を目指すからスパイクも上を目指すじゃないですけど、いいスパイクになっていくっていうのが本当に理想の関係かなっていうのは、まあ、水野さんと作り上げてきたものなのかなと思うんで、まあ、それは常に求めたいですね。最高の、あのスパイクをというか、で僕もその期待に応えるっていうこの関係を、まあ、サッカー選手である以上こう続けたいなというのを思います。